毎度ご視聴ありがとうございます。これね、キンクロハジロがね、これ、まあ、潜りながらもね、何か加えているのがお分かりでしょうかね。何かね、結構大きな丸いもの、何でしょうね、これ。何か木の実にしてはね、結構大きめに見えるんですよね。飲み込もうとして吐き出しているのかね。まるで球技、なんだろうね、まあ、水球とか、まあ水上サッカーでもないだろうけどね、オスが加えていたりメスが加えていたりとかね、いうことでね、なんだろうなと思いながらずっと見ていたんですけどね、これ結構面白そうだったのでね、まあ、最初はね、何かこう顎でも外れたかのようなね、キンクロハジロがいるなと思ってよく見たらね、口元にこれを加えていたんですがね、まあ、木の実あたりだと、まあ支障はないと思うんですがね、まあ、万が一こう人工物だったりするとね、あまり良くないですよね。今日はね、まあ、いてついてるというかな、結構水辺には氷がね、薄氷が張っているような状態でしたね。まあ、紅葉の方もね、まあ、ほぼこのような状態で、まあ、散ってしまっているようなね、状態でしたけれどもね、まあ、山柄にちょっとね、出ならしというかな、そういった状態で、白石霊も結構ね膨らんでましたけどもね。ということでね、冒頭ご覧いただきました、最初に出会ったシーンがこちらだったんですよね。あ、キンクロハジロいるねっていうことで撮影してみたらね、手前の、まあ、オスの鳥がね、なんだ口が開いたままなってるぞってね、顎でも外れちゃったのかなと思ってよく見たらね、まあ、これは最初にご覧いただいたメスがね、まあ、取り合いっこしてるわけでもないんだろうけどね、同じものを加えてるんですよね。まあ後から後ろからねオスが近づいてきてるんですが、おそらくこれ好きあらばということで、何か美味しいものでも加えているのかなというか、まあ取り返しに来たというのかな。まあ、時々口元から外れた時にね、水の中に沈むんでしょうかね。それをまた潜って取り返しに行くというか、取り戻しに行くというかな。時折、まあ、カラスなどはね、どう見ても遊んでいるとしか思えないようなね、そういった行動を見ることがあるんですけどもね、これひょっとしてそれこそボール遊びじゃないけどね、遊んでいたのかななんて思ったりしたんですけどね、特にそれを食べようとしているわけでもなくってね、この大判は明らかに食事をしてますよね。このハシビロガモはね、メスには見えてますけどもね、これね、白鳥でもいるのかなってね思ったんですけどね。まあ、この時間帯というのはね、午前、そうですね、お昼前ぐらいだったのかな。まあ、カモの仲間っていうのは結構昼寝というかな、昼寝の時間が早いんですかね、結構早めにね、特にホシハジロなんかはね、結構ああいう体勢でいることが多いような気がするんですけどね。まあ、結構朝早いんですかね、行動するのがね。
そしてアトリですかね、こちらね、もうそろそろいろんな樹木の種というかな、そういったものが見つけやすい状況になっているんでしょうかね。今回ね、歩いておりますのは里山に近い環境のね、近くの公園を歩いておりますけれどもね、まあ、今日歩いておりますとね、どう見ても野鳥の撮影をされているっていう方にね、何人かお出会いしたんですがね、寒いなということで声をかけていただいてね、まことに寒くなってまいりました。もう皆さんもね、まあ冬場というかこういったシーズンはね、野鳥の観察というか、まあ撮影とかね、まあお出かけになっているとは思うんですけれどもね、まああの寒さ対策ね、十分していただいて、また体にね、体調には気をつけていただきたいものでございます。それとね、まあ、カメラマンはね、撮影中こう身の危険を顧みないと言いますかね、まあ集中撮影にね、撮影に集中しているあまり身の危険が迫っていても気がつかないね、またあの他の人にご迷惑をかけていてもね、気がつかないというようなことが私も何回かありましたのでね、まず自分の安全を確認しながら撮影しつつね、他の方にご迷惑をかけない場所かどうかというのをね、まあ、確認した上で、撮影した方がいいと思いますけれどもね。この岡吉ガモがね、どうやらあの潜水ガモチームからね、なんかこう追い出されちゃったみたいでね、ホシハジロとか、まあ、キンクロハジロがね、この公園内のため池では見ることができるようでございます。セイフロセキリが何か食べようとしてるんだけど、うまくいってないのかな、大丈夫かね。やはりちょっと丸みを帯びてますかね、まあ、こういった季節はいろんな鳥がね、丸みを帯びてきて、まあ冬の装いといったらいいのかな、そんな感じになってくるんですがね、まあ、セグロセキレイの水平移動に追いつけるかどうかということの、まあ、カメラワークの訓練というかな、そういったことをやってるわけですけどね、まあ、できれば動画の場合はね、進行方向にまあスペースというか空間を置きたいんですがね、ちょっと追いついていない状態ですかね。そして今日もね、ジョービタキ先生、ジョビコ先生にね、助けていただいたという状況ですね。まあ、少しね、同じ場所に留まって、くれてたようなので、少しずつね、まあ、驚かせないようにちょっとずつ近づいている状況ですけどね。で、皆さんどうですかね、この季節、まあ、単調楽しんでおられますでしょうかね。私もね、この間お出会いした方にね、まあ、楽しんでくださいねということで、ね、最後に声をかけていただいて、お別れしたんですがね、まあ、楽しんでくださいねっていうね、言葉ね、なかなかちょっと会話の達人だとお見受けしましたけどもね、ちょっとしたね、声のかけ方一つでね、まあ、こちらの気持ちもね、まあ、和むといいますか、そういったことになりましたけれどもね、まあ、この間もね、まあ、コウノトリ
おりましたよということでね、教えていただいた方おられましたのでね、あそうですか、何かいいことあるかもしれませんねというようなことをね、お声かけしてお別れしたんですけどね、この兵庫県の北播磨という地域ね、ま、このチャンネルを、ま、ご覧いただいている方はね、お分かりいただいていると思うんですが、結構さまざまなタイプのね、野鳥を、ま、観察、ま、見ることができるようでございましてね、ま、撮影をし始めてからそういったことに気がついたんですけれどもね、ま、結構な種類を、ま、今までに観察しておりますね。また気が向いたらお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。